大工交響曲2楽章、うん、これは僕が初めて聞いてびっくりしたんだけど、めちゃくちゃなリズムで出ますよね。ジャンジャジャンジャンジャジャンジャンジャジャン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 、信じられないよね、リズムだけですからね。で本来交響曲は2楽章、感情がゆっくりとした楽章なんです。そうですよね、だけ入れ替わって、そうだ、3楽章がね、ゆっくりになりますので、あれはびっくりしました。それで素晴らしいリズム感なんですね。ですね、タタタタタ、あのスピード感と、本当にピンパニーで入ってきますので。そうですね。はい、今度が初めてなんですけど、こういう話をいただいて、そういえば、あれは外せないなと思いました。実は三楽章が B フラットで終わるんですが、はあ、四楽章が、D なんですけれども、D マイナーなんですが、ティンパニーとか低い音が、A 音ですね、A、うん、の音を鳴らしている中で、三楽章の余韻のまま、三楽器の方は B フラットが鳴るんですよ。それでガーンって、ガーンってサウンドがぶつかるんです。ぶつかる音が出るんですね。はい、なるほど。ですからそこを、その冒頭の不協和を得るために、ベートーベン2楽章と三楽章を入れ替えたんですね。スケルトが2楽章になって、なるほど、ベートーベンのスケルトっていうのはもう非常に皮肉性とですね、それから快楽性とか遊び心とかですね、それから人を驚かすようなところがあるので、本当にこの大工の2楽章リズム的にも面白い。なるほどね、それで4楽章も入れてあるんですが、音楽者 の出だしの音はすごくやっぱり印象的でね。そうですね、今日はギャーンとなってそこからその音ではないよと言って歌がね、そうなんです、その音ではないよっていう言葉の産業だけですね、シラーの詩じゃなくてベートーベンの詩なんですね。そうかそうか、なるほど、そこだけ自分で書いてある、はい、つまり今鳴った音はそうじゃないっていうことで、うん、1楽章が戻って2楽章3楽章も戻って全部指定して喜びの歌にいたっていう、そういう仕掛けを作ってるんですね、詩の中に。結局それで単純なものは喜びの表現になるわけですね、喜びの歌。そうですね、そこからあんなメロディーがね、そうですね、出てくるっていう、うん、物語性が多いですね、ベートーベンのやることなすことは全部。そうですね、うん、意味のないことやってないっていう感じがしますね、うん。